え、こちらこそ。さっきは無理やり話を聞こうとしてしまって。した水泳部で起きた事件についてなんですけど、大体のところは浅間さんから聞きました。いつこに何してたの？ミホさん、何でもありませんから。行きましょう、いつこ。
かりしなきゃね。やっぱりあるわよね。じゃあ立花さんのところにも。立花さん、大丈夫？え？大丈夫大丈夫、こんなの大したことないわよ。これは犯人を追い詰めてる証拠なんだから。つまりあと一歩ってことよね。それはそうだけどさ。それにもうここまで来たらやめられないわ。どうしようか。これからは離れない方がいいかもしれない。一人でいるのは危険だよ。立花さんが心配だし。大丈夫よ、そのくらい。ダメだ、犯人は本気だ。本当に僕らを殺そうと思ってる。だからこれからはずっと二人でいるようにしないと。何かあってからじゃ遅いんだから。でもそれってつまり寝るときもどっちかの部屋で一緒にってこと？あ、いや、そんなつもりは。だって、そういうことでしょ？
をかけて寝れば一人でも大丈夫だろうし。そうだね。それじゃあ、おやすみ。あ、うん、おやすみ。なんだ、驚かせるなよ。うっ。